若宮内閣府特命担当大臣、はい、えただいま議題となりました消費者契約法および消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事の裁判手続きの特例に関する法律の一部を改正する法律案につきましてその提案理由および概要をご説明申し上げます。近のののののの消消費費者者契約に関する環境の変化消費者被害の発生状況やその回復のための 措置の運用状況等を踏まえ、消費者が事業者と安全で安心して取引を行うことができる環境を整備する必要があると考えられます。そこで消費者と事業者との間の情報の質および量ならびに交渉力の格差に鑑み、消費者の利益の擁護をさらに図るため、契約の申し込みまたはその承諾の意思表示を取り消すことができる累計を追加する等の措置を講ずるとともに、 被害回復裁判手続きの対象となる損害の範囲を拡大する等の措置を講ずる必要があるため、この法律案を提出した次第です。次にこの法律案の内容につきまして、その概要をご説明申し上げます。第一に、消費者契約法に関しては、意思表示を取り消すことができる不当な勧誘行為の類型として、消費者が消費者契約の締結についての勧誘を受けている場所において、 相談を行うための連絡をする旨の意思を示したにもかかわらず威迫する言動を交えて連絡することを妨げることなどを追加することとしています事業者の損害賠償責任の一部を免除する契約条項については当該条項において事業者等の重大な過失を除く過失による行為にのみ適用されることを明らかにしていないものを無効とすることとしています 新たに事業者の努力義務として、消費者の求めに応じて、介助権の行使に関して、必要な情報を提供することや、解約料の算定根拠の概要を説明すること、また、的確消費者団体からの要請に応じて、契約条項の開示や、解約料の算定根拠を説明すること等を規定するほか、勧誘時の事業者の情報提供の努力義務について、知識及び経験に加え、 年齢および心身の状態も考慮すべき事情として追加するとともに、これらを総合的に考慮することとしています。第2に、消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事の裁判手続きの特例に関する法律に関しては、共通義務確認訴訟の対象を拡大することとし、対象となる損害については、算定の基礎となる主要な事実関係が、 相当多数のの消費者について共通すること等の要件を満たた被告とすることができるものに、被用者の選任等について、故意または重大な過失により、相当の注意を怠った事業監督者等の個人を加えることとしています。共通義務確認訴訟における和解について、共通義務の損否にかかわらず、和解をすることができることとしています。 消費者に対する情報提供の充実を図るため、簡易確定手続きにおいて、事業者等は知れている対象消費者等に対し、一定の事項を通知しなければならないものとすることのほか、共通義務確認訴訟の時点で、裁判所が事業者等に対して、対象消費者等の氏名等が記載された文書を開示することを命ずることができるものとすることとしています。 特定的確消費者団体が行う通知や、回収した金銭の分配の業務の支援等を行うため、内閣総理大臣が認定する消費者団体訴訟等支援法人に係る制度を新設することとしています。その他、経過措置等所要の規定を設けることとしております。以上がこの法律案の提案理由及びその概要であります。何卒ご審議の上、速やかにご賛同いただきますよう、お願い申し上げます。 以上で、趣旨説明の聴取は終わりました。法案に対する質疑は後日に譲ることとし、本日はこれにて参加いたします。